脇開いてんじゃん。もう物騒だな。なんだね、いるじゃん。しかもさ、こんなに部屋散らかして。もう私が彼女じゃなかったらさ、ほんとどういう生活してんの。やばいよ絶対。食器も洗いっぱなしだしさ、ゴミもさ、まだ全部あるじゃん。もうとりあえず掃除しよう。早く。まあもう、あと洗濯もするから。めっちゃ溜めてんじゃん。なんか早く脱いで、ね、早くお風呂入ってさっぱりしてきて。あとお昼は特製チーズインハンバーグでいいよね。はい、ということで始まりました、シュカリゴト。今回のオープニングキャラクターは、一人暮らしの彼の家に海外しく世話をしに行く彼女です。送ってくれたのはシュカリネーム命あと一生主観者さんからのリクエストでございました。ありがとうございます。オープニングキャラクターで演じてほしいものはハッシュタグシュカリゴト、サイトアンダーバーシュカアットアベマドット TV まで募集してます。はい、お母さん、いろいろと何ですか。お疲れ様でした。どこからどこの話してた。昨日の話。昨日、とりあえず昨日。ああ、昨日のね、歌番組ですね。お疲れ様でした、生放送。もう本当ですよ、5時間も生放送してすごかったよ。でもなんかね、やっぱりすごい豪華なアーティストさんがたっぷりいたから、それをこう生で拝見できるっていうのはね、いい勉強にもなりましたし、あとこれは見していいものですか。いいですよ。お、こちらをいただきました。今喋ってるなんだっけ、ニックネームもう忘れちゃった。バナティです。あ、バナティ、バナティ、バナティからいただきました。なんかフィリピン行ったんだって仕事で。でもなんかバナティはマンゴーが嫌いらしいの。なのにマンゴーのなんかやつ買ってきて、意味わかんなくない。いやいや、フィリピンといえばマンゴーなんで。いや、だからってさ、もっとなんかあるでしょ。食べていいやけ。いいですよ。中身はこんな感じです。パウンドケーキみたいなやつってこと。はい。うまそう。食べよう。ん、めっちゃこぼれました。すごいボロボロしてる。いっぱい落としちゃった。本当に家事好きですか。何が。家事好きだよ。好きだけど、違う、これ今自分家じゃないからさ。ひどいこと言ってますよ。自分家じゃない。今いろいろボロボロこぼして、ちょっとボロが出てねえ、ボロだけにやめてよ、それ。え、うまいよ。マンゴーの味します？うん、そんなしない。なんかさ、こういう海外系のお菓子ってさ、当たり外れあるじゃない。これ当たり。あ、本当ですか。うまい。え、これ食べた方がいいよ、本当に。いや、絶対嫌です。え、マンゴーの味全然しないから。いや、騙されないです。騙してないよ。うまいもん。ちょっと後で食べるね。もう、あんま近づかないでよ。料理してんだから危ないよ。あっちでシュカリコトでも、みんな。元気。消しゴムに好きな人の名前書いて使い切ると両思いになれるって本当だよ。はい、ということでシュカギリでございます。前回出題したシュカギリのテーマはこちら。このおまじないをすれば好きな人と両思いになれる、そのおまじないとはでしたね。ということで、じゃあ早速見ていきたいと思います。ランナーさんからいただきました。ありがとうございます。腕に好きな人の名前を書き、その上に絆創膏を貼る。そのまま剥がれることなく3日間過ごせば両思いになる。え、これ本当にありそうじゃない。ありそうですね。うん、なんかどうしたの、その鼻にかけたしゃべり。いや、いいです、ここは触れないでください。すげえ触れたいんだけど。何何、キャラチェンジ、キャラ編。2人目の人格が。うわ、怖っ。怖っ。嫌なんだけど、まあいいや。なんかさ、おまじないの本とかさ、小学生の時で買った。好きなのよ、おまじないとか占いとか。すっごい好きでさ、買ったんだよね、そういうのあるのよ、本当に。おまじないの本とか、本当にマジでみんな探してみて。なんか小学生コーナーにあるから。はい、次。トマト&キャベツ。どん、好きな人とのじゃんけんで3回アイコになる。あー、なるほどね。
小1レベルぐらいのやつですね。そうね、なんかこれまだちょっと低学年ぐらいのおまじないって感じ。かわいいやつ。かわいいかわいい。好きな人とじゃんけんしたら3回アイクになったらなんかデュームになるんだってっつってやってるでしょ多分。ねえ何々くん一緒にやろうよっつってで自分が勝っちゃった瞬間つって勝っちゃったアイコンになりたかったつってかわいい。ラブユーユーさんからいただきました。ほんの4秒だけ見つめ合う。これ36度ですかね、もしかしてまあもうそれはね、あとね、人間って7秒以上ハグするとストレスが緩和されるらしいよ。だからでもなんかライブとかやるとき絶対こうやってハグをしてから出るから。メンバーと、そう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 、メンバーとハグをしてから出る。まあ別にストレス解消っていうか、まあ緊張をこうリラックスほぐすためにやってるんだけど。全員とやってるんですか？全員とやる。7秒以上、 7秒以上やってるのかな。でももしかしてやってるかもしんない。普通に長めかも。ってことは7波、7波 32? あ、34だ。56です。全然違うじゃん。じゃあメンバーと1分ぐらいは、うん、や、うん、ギュッとして1人7秒。もしかしたら誰か多いかもしれない。1分は多分してる。で、出てくんですね。で、出てく。よいしょっつってやるぞー今日もっつって。そんなテンションだけどすげえ緊張してるからね。ヒロ778かな。無限エターナル、エターナルアトシュカンチュさんからいただきました。もっと近づきたいよってちゃんと言ってみる。もっと近づきたいよ。え、これ私の歌詞にあったっけ。ちょっとなんかさ、なんかさ、ちょっと これ来るとさ、え、もう、え、それ歌詞関連だっけって思っちゃうからさ、ちょっとざわざわするから、もっと近づきたいよって歌詞だ。靴紐だ。ほら、怖っ。セーフじゃないよ。ちょっとみんなさ、歌詞でおまじないとかやめてよ。まあいいよ、いいよ、いいよ。玄也さんからいただきました。あ、今撮ろうとしちゃった。相手が寝ている時に、何これ、催眠として耳元で、あなたはだんだん私のことが大好きになってくる、なってくる、と毎晩囁き続ける。え、これさ、いやいや、怖っ。もう、おまじないとかのレベルじゃ なくなったよ。相手が寝てる時に、だってもう侵入しちゃっても、お家に。不法侵入。いやもうこれ、捕まっちゃう。ガッシャンガッシャンよ。危ない。これやだな。ちょっと一応ささやいてもらっていいですか。え、あなたはだんだん私のことが大好きになってくる、なってくる、くる、くる。捕まったね今。ジューシーさんからいただきました。雪見大福1個あげる。お、なんか可愛くない？急に可愛い。うん、ちょっと私これ好きかも。え、あげるよとか言っていいでしょ。え、いいよ、あげるよ、別に。え、なんか、1個でお腹いっぱいになっちゃったな。雪見大福ってやっぱ冬に食べたいもんね。あれね、食べたいよね。しかも2個しかやっぱ入ってないからさ、これ1個自分で食べて。え、食べる？この豚野郎からいただきました。これさ、ただ言わしたいだけのセリフじゃないかな。これ、なんなの？まあいいけど。当たりが出るまでガリガリ君を食べ続ける。あ、お腹痛いね。もう腹壊した。もう腹壊したよ。両思いになる前にもうトイレじゃん。こんな。しんど。しんど。このおまじない。全然嫌だ。はい、続いて。ガブアットシュカンチュさんからいただきましたよ。どうぞ。おまじないとか、おぉ、まじないわ。くだらねえ。くだらねえな。おまじないとか、おぉ、まじないわ。くだらないな。はい、続いて、写真。君と書いて恋と読んで、僕と書いて愛と読む。これさ、ラッドウィンプスでしょ。
お、すごくない？すごいね。いや、ラット聞いてんもん、好きだから。だから、シャーシンさんは、シカさんが好きってことを知ってるんじゃないですか。ちゃんと分かってるね、私が。これだって私がさ、ラットさん聞いてなかったらさ、分かんないじゃん。これ二人ごとのやつだっけ？二人ごとだっけ曲？そうです。二人ごと超好きなんだよな。いい曲ですよね。いい曲、いい曲よ、ほんと。どの曲も、もうここに染みるもん。ダセっすね。君と君と君と君で。のっぽぱん、アートシュカンチュ。結婚前提とした相合い傘を書く。え？のぶお、のぶよ、のぶのぶ、たこすけ、のぶお。え、のぶお？え、のぶお？これ、のぶお死んでまた生まれ変わったってこと？え、のぶお、怖い。え、しかも知ってる？これ、ここにさ、書いちゃいけないんじゃなかったっけ？っていう説もあったよね、前。そんな説ありました？え、なんか、あいあい傘って、あるんですよ。こういう説。あ、三角の中に線を書くとダメなんですか？ダメって私聞いたよ。これダメだよ。ダメだから、ほら、のぼう出てきちゃったんじゃん。続いて、ピーナッツさんから。相手の自転車のサドルを自分のやつと変える。あー、おまじないなのか何なのかだけど、でも変えても、あれ、サドルってさ、こっち座る方、座る方で。あー、バレないんじゃね。いや、バレるでしょ。バレそうじゃないか。ね、今ワンチャンいけるよ。なんかさ、よくさ、漫画とかでさ、リコーダーを変えてとかさ、あるじゃん。それは、浦安です。浦安実写化するじゃん。しますね。この間発表されてましたね。そうそうそう、びっくりした。あれ、どうやって実写化するんだろう。だから、それと一緒でしょ、ほとんど。そっか。それと一緒ではないと思いますけど。いや、でも大体リコーダーやってそのまま座っちゃうんですよね。そうそうそう。いや、気づくでしょ、この前に。え、なんか、これ、バレないよ、これ。ワンチャンバレない。これいい。でも最近さ、やっぱなんかさ、みんなさ、みんなのさ、チャリってさ、なんかすごいかっこいいチャリじゃん。はいはいはい。マウンテンバイクってやつ、ね。細い。マウンテンバイクじゃない、ロードバイクです。すいませんね、違くて。これ細いやつじゃん。でも細いやつと取り替えることできないじゃん。まあ、サイズが合うかどうかじゃないですか。なんかわざわざ私もそのやつ買うしかないってこと、もしこのおまじないがさ、本当に買う、叶うとしたらってなったら。そういうことですね。だる。じゃあこのおまじないはちょっとお金も手間もかかんじゃん、やだよ。ニグっぽいどさんからいただきました。なんかニグっぽいどっていうなんか芸人さんのなんか名前とかありそうだよね。肉っぽいのっていうコンビ。はい。パンツ一丁で逆立ちをして好きな子の名前を叫びながら町内一周。いや、もうこれはさ、叶わないよ。やだよ。やだやだやだ。だってもういろんな人にバレてるからさ、その子かわいそうだよ。これもうさ、おまじないっていうかさ、もうさ、ちょっといじめだよ。ちなみに逆立ちできるんですか？壁だったらできるけど、壁にね、立ってトンってやるやつだったらできるけど、普通はできない。でも分かんない、もう23歳の体がどうなってるのか分かんない。意外と重いっていう。重いかもしんないじゃん。最近すごいなんか食欲がすごくて、ありゃりゃ、うん、ありゃりゃ何それ、私ありゃりゃじゃないよ。そう、食欲がすごくて、で結構食べちゃったので、体重が増えたから、だからまた味噌汁生活に戻したんだけど、味噌汁を1日2食って覚える。ダメですね、ちゃんと栄養あるもの食べてください。でもでも、え、なんかマイクさんめっちゃ下がってない？僕も思いました。急に下がってました。え、私絶
対私じゃないよね。いつから？怖っ。まあいっか、声拾ってるっしょ。次、来世は朝顔。来世朝顔になりたいってこと？この人はひまわりとかじゃなくていいの？朝顔って夜になるとさ、しぼむよね、確か。で、朝になるとこうやって開いてくよね。まあいっか、待ってください、ぜひ。はい、シュカリごと全裸星座で見る。いや、すごもうガサガサ置くじゃんあのさ、全裸待機とかってみんなよく書くよね。書いてますね、コメントとかで。なんか生放送とかすると全裸待機みたいな。全裸待機だっけな、なんかね、多分ネット用語だと思う。ネット用語難しいんだよね。どういう意味なんですか。いや、知らない。リアルじゃなくて。え、リアルじゃないでしょ。そんなのだって全裸で待機されてもって感じじゃない最近知った言葉があって、ピエンっていう言葉があるの。なんかピエン。まだわかんないじゃん。なんか10代のなんか2019年に流行った流行語みたいな。で、ピエンはなんか悲しいとかで、なんかピエン使うんだって。はい。いや私にはいって言わないで。私もはいって感じだもん。え、ピエンはみたいな。え、何みたいな。どっから来てんすかそれ。え、知らんって。若者じゃないもん。今今日一の声出してる。ボイトレ並みに声出してる私今あれですか。そう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 、そういうこと。悲しいとかのあれでピエンって使うんだって。やばくない。まあ、なんかこれでね、10代の子たち使ってたら本当ごめんって感じなんだけど、なんか JK とか高校生と話したいな。流行ってるもの教えてほしい。確かに。だって多分今だってもうさ、あの藤田ニコルちゃんがさ、なんかインスタ映えとかも古いみたいなさことさ言ってて、え、古いのみたいな。もう映えとか使えないじゃんみたいなそれ言われたらね。そう、まあ別に映えとか狙ってないから全然良かったんだけど、でも古いとかって言われると、もう 何が新しくて何が古いのかが分かんないから。だって多分ゴメンディとかも古いでしょ絶対。ね、超古いっすよもうダメだ。使うっすか。ゴメンディ使わない。そんなだってメンディさんに失礼じゃん。ごめんでいいみたいなさこと言えないじゃんマジで。でもなんかいろんなね、今流行ってる言葉があるんだって。でもなんか自分も多分 JK の時そうだったんだろうなって思う。だから JK の時何流行ってたかってもう覚えてないもん。言葉とか何言ってたんだろうね、全然覚えてない。ちょっと戻しましょう。あ、そうね忘れてた。まだ途中なんで。まだある。まだあります。すごい、ピエンについてすごい話しちゃったじゃん。クオハユさんからいただきました。龍馬になれるおまじないを考えたのですが、それにはシカさんの協力が必要で、なのでこの動きをしてください。なにカメラ目線、両拳を顎に当てる。ぶりっ子のようにウインクをしながらチュキ。あ、ウインクをしながらかチュキ、へいチュキ。あ、これ片思いが、なにこれ、増幅。おー、よく読めた。増幅するおまじないですね。チュキ。今片思いがいっぱい増えたよ。お、沼津のエンドだよ。久々にね、沼津のエンド最近来ないなと思って寂しかった。私はアットシュカンジュさんから、毎日あなたに声をかける声の、あ、間違えた、言葉の魔法のおまじない、イラストがあります。もうそれ待ちですから私は。おお、いいな。もう見てください。おはよう、ありがとう、ごめんね。あなたに毎日声をかける、それが私の両思いになれる言葉の魔法のおまじない。そうですよ、あのですね、おはようとかありがとうとかごめんねとか、そういう初歩的な言葉を言うことによって、どんどんコミュニケーションが広くなっていきます。それによりどんどん恋が生まれるでしょう。この時点でさ、もうさ、もうこれダメだよね、アウトだよ。1はちょっとね、これもうずるい。
ずるいやつっすよね。あのね、こいつ分かってる。こいつ分かってるね。多分これをしたらきっとだからもうこういうことしちゃうね。くそー、あざといなー、いいなー、そういうことやってみたいなー。しかたなに、まだまだイラスト部門に、うん、あ、え、挑戦、挑戦者、挑戦者現る、現れてます。わ、やばいよ、沼津のエンド。ライバル、ミゲゾウ。ミゲゾウミゲゾウさんも結構イラストいただいてます。見ようじゃないか。ノート一冊を彼のことを思いながら、好きという字を字で埋める。そして書いた鉛筆を折り、彼の写真の前で3時間土下、え、土下寝、土下寝をする。なんだよ、ちょっとちょっとちょっと、わ、すごい、すごいけど怖っ。ここ怖い、やばいやばいやばい、これみんな見えてる、ほら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 、好き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 。え、でもこの絵かわいい、真似したい。彼女の歪んだ恋はいつしか、これ何、音霊、音量です、音量か、音量となり、今でも後ろで笑って。しかも3時間でいいんだね、土下ね、余裕じゃん余裕なんすね、余裕で寝ればいいっしょ。ゼロ、ゼロさん分かるよ。好きな人の名前をこっそりノートに書く。やっぱあれなんだね、ノートに書くとかそういう系多いね。じゃん、おーい、ゼロさんうまいんだよ、私は知ってるよ、ゼロの存在を。続編があります。好きな人の名前をこっそりノートに書く裏ルート。うわっ、やばい。いやもうさ、え、え、これだよ、これ本当はこれじゃん、これを、え、目血走ってる出ちゃってるもん、なんか黒子のバスケみたいになっちゃってる。ゾーンに入ってますね。ゾーンに入りすぎでしょ、ダメだよ、怖っ。てか、え、うまっ、何これ。私も今度からやろうかな、こういうの、シュッシュッシュッって。私もこれ真似しよう、今度目赤くして、シュッシュッ。多分私がやると多分やばいことになるから頑張りましょう。じゃあ最優秀賞いきたいと思います。本日のシュカギリの、まあシュカギリっていうかもうシュカギリじゃないけどね、名前変える、なんかもう何がですか。もうなんか大喜利とかじゃないじゃん、まあいっか。シュカギリ最優秀賞はシュカリネームジューシーさんの雪見大福1個あげるです。これ叶えそう、いやまあ叶えそうなのかどうかわかんないけど、誰かがやってくれたらそれはね検証されるから。でもこれちょっとかわいいもん、雪見大福1個あげるよっつって、いいですね、やりたい、やってみたい、そういうこと、あげるよ。そんな言い方なのか。あげるよ、あげるよ、全然いいよ、あげるよ。じゃあ続いてのテーマ発表したいと思います。続いてはじゃん、え、下手くそ。こんな成人式は嫌だ。これがですね、多分1月の中旬ぐらい、そうですね、になりそうなので、1月13日が成人式ということで、それに合わせたお題となっております。なんかね、古着じゃねえや、振袖着たかったんだけど、なんか山みたいになっちゃったね、肩幅広くね、てかでかっ。何これ、可愛くな。今までで一番可愛くね、全然納得できなかった絵だな、可愛くな。まあ、ぜひ皆さん送ってください、こんな成人式は嫌だっていうやつを。ちなみに私は成人式行ってないので分かんないです、どういうものなのか。なんかプレゼントだけ送られてきたボールペンみたいなやつ、記念品ね、うん、いらない。いらない。
まあまあまあそんなことで、大喜利の投稿はハッシュタグシュカギリでお願いします。待ってます。あっち行きますよ。叱り事はいかがでしたでしょうか。でも今日の叱り事ピエンだよ。もうそれしか記憶ない。あとこのマンゴーのやつがうまかったこと。いやいや、シュカギリの話。シュカギリも楽しかったけどピエンで頭いっぱいだ私は今。最近もわかんないわ。まあということでね、番組の感想を斎藤シュカにやってほしいことや質問疑問など何でも OK です。ハッシュタグシュカリごともしくは斎藤アンダーバーシュカアットアベマドット TV までどしどし投稿お待ちしております。はい、ということで、月刊ザテレビジョンさんがですね、2020年2月号、お正月超特大号が2019年12月13日本日発売されましたということで、出荷書店も掲載されておりまして、取り上げた漫画はさくらももこ先生の一人相撲っていうあの漫画を紹介しておりますので、ぜひ皆様チェックしていただけたら嬉しいです。来週がもうファンクラブイベント。そうです。どうしようか。何がです。本当にね、大変だよ今。何がですか。大変、いろいろ考えすぎ大変ね。大変だよね。まあ20日だしみたいな、クリスマス近いしみたいな、いろいろ話してますよということで、まあ、皆さんぜひそちらにも注目してくれたら嬉しいです。まあ、何をねやるかみんな知らないからね、きっと楽しみに。あといろいろ登録もやるしね。あ、そうですね、登録やるし、あれだっけ、挑戦状だっけ。あ、もう来てる。いろいろ来てます。うわー、マジか。それ私当日まで知らないやつでしょ。もちろん。あんなことやこんなことまで。怖っ、やめてよね。なんか最近仕事忙しいからつって私に変なことやらすの。それとこれと関係ないじゃないですか。いや、わかんない。さっきほらお仕事の話私聞いたからさ、大変だなと思って。真面目にこれも考えてます。あ、よかったよかった。まあ皆さんぜひぜひ、来れる方は、遊びに来れる方はぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。それでは本日はここまで。来週またこの時間にお会いしましょう。来週あれですね、ファンクラブイベントが終わったらまた私のことが見れるし、まあ見れなかったよっていう方は、まあ来週この時間にお会いしましょうということで、斎藤シュカでした。おやすみなさーい。